すいません、お待たせして。いえ全然、はじめまして。私宇宙ビジネスをしておりますスカパージェイサッコと申します。あ、営業と思ったら衛星なんですね。はい、飛行機や船をネットにつないだり、衛星画像を解析し災害を未然に防いだり、あとは。へえ、そんなにいろんな宇宙ビジネスをやってきたんですね。はい、スカパーって実は宇宙実業者、スカパージェイサット。ぜひ宇宙で仕事しましょう。じゃあ今から行きますか。今から？車、保険、維持費節約したい。維持費を節約するなら SBI ですよね。はい、新規ネット割は14,000円割引だから平均節約額は20,000円以上。さらに2年目以降も10,000円割引。さすがね。保険で節約する、車、保険、 SBI、 SBI 損保。法人契約もネットで完結。SBI 損保。車、保険、保証、どうしよう。大切な車を守るなら SBI ですよね。はい、 SBI 損保では氷などの自然災害や盗難にも備えて約6割のお客様が車両保険をつけています。しかも平均節約額は25,000円以上。これでよし。自分で選んでいく車、保険、 SBI、 SBI 損保。車、保険、運転、もしもの時頼りになるのは SBI ですよね。はい、業界最高水準のサービスで電気自動車が連結した場合も駆けつけます。事故対応の満足度も 92.1%。 頼れるね。安心も安さも進化する、車、保険、 SBI、 SBI 損保。法人契約もネットで完結。ケンタッキーの美味しさの秘密は圧力。圧力をかけて揚げるから家では真似できない。ふっくらジューシー。それが今だけ 40% オフ、 40% オフパック。今日ケンタッキーにしない？お嬢さん、ハビットですから。いない。私一人でもやっていけるんだから。お困りごとはございませんか？連絡早。まずは食べ物をっと。おお、早っ。私が食べられる。お任せください。来てくれたのね。当たり前じゃん。マビットですから。わかめええ感じやん。これ食べれんの？もう帰りませんか？ミュートマットとクリアグリッターを重ねるだけでクリッと丸い目元印象へ。質感トリックで浮き出るような 2.5 次元アイ。お得なポテ投げが夕方5時からということを伝えるためにあいつを呼んでみた。ゴジラ？いや、ゴジダだ。夕方5時だ、ポテ投げだ、スパイシーも。オッケー、もう帰っていいぞ。怒ってる。冷凍室まとめ買いでパンパン。作り置き冷ますのも大変。そこで日立。冷まさず美味しくすぐ冷凍。しかも広々。楽ウマヒロイン冷凍で。ヒロインです。日立。アレルバリアミスト D プログラム。肌荒れ？それ花粉の付着が原因かも。シュッと簡単、花粉やホコリなどから肌を守り潤いで満たす。花粉の季節にアレルバリア。化粧水もスマイルスイッチ。ようこそ新しいルックへ。チョコって一つの味よりいろんな味がいい。バナナとチョコの最強コンビ、仲間入りしたブルーベリー。もうどんだけ甘酸っぱいナップルやねん。俺は最後に取っとくストロベリー。いろいろ入ってデリシャス。一箱に4つの味、いろいろちょこっと食べたい派に楽しめるってしない？ハートを込めてスマイルスイッチ。チョコって一つの味じゃつまんない。いろんな味にこだわって一箱に。ミルクチョコは3種類、
サクサクもナッツ感もリッチなミルクもたまらない。ホワイトチョコも3種、この3つは確実にホワイトチョコの可能性を無限に広げてく。え、待って、じゃあ3倍うまいってこと？1箱に3つの味、いろいろちょこっと食べたい派に楽しめるってしない？マートを止めて。お腹減ったよ。分かりきったこと言うんじゃない、俺だって言ってる。だから旅なんて嫌だったんだ。人生はどこを切り取ったって旅なんだ。いつまで？いつまでもだ。どこまで？どこまでもだよ。あ、あった！マックあっても使えるお金はさほどない。行かないの？マック。行くよ、それが旅だ。ちょい休憩、ちょいセット、マックチキンあるじゃん。残しとけよ。お父さんお母さんいつも見守ってくれて。ママにそっくりね。そう、聡明で品が。やだもう。親も子も素敵ね。やだもう。もう痛いのだ。ワイモバイルの親子割は親も子もお得。よかったママ。パパの子だもん。スーツどうしよう。青木のフレッシャーズは入学式かわいい、就活真面目、インターン多いってね。360度綺麗だからずっと着れちゃう。クーポンで 20% オフ。青木、スーツどうしよう。青木のフレッシャーズは入学式、就活、インターン、ずーっと切れちゃう。360度きれい。青木。ラテ好きの皆さんおめでとうございます。マックのカフェラテは牛乳とエスプレッソだけでできてるんだって。なんだって。おー、たまらん。おー、生まれ変わったマックのカフェラテとキャラメルラテ、牛乳広がる。もうたまらん。僕も飲みたい。ラテテテテ。朝起きた時の気分って肌に出るよね。めっちゃ嬉しい時も出る出る。美しいって体と心と肌ともつながっているから、ほっとけない。育てていこう。体から心から肌になる資生堂ビューティーウェルネス、始まります。ねえ、私生きてる？うん、今日の空は最高に美しいと思ってる。もう歩くだけで笑い転げてる。ほら、深呼吸が気持ちいい。やだ、笑いすぎてお腹がはち切れそうだ。そりゃ涙は人に見せないようにとかさ、たまに弁当に八つ当たりしたりとかね。今体からヤッホーイって聞こえた。今心から花をもらった。元気です、嬉しいですと思える自分もいる。体も心も毎日の肌につながってて、美しいってちゃんと構ってあげないと育ってくれない。そう思う。美しいは生きている。資生堂ビューティーウェルネス。忙しい毎日で朝も夜もリズムを保つなんて無理。鍵は私が持ってる体内時計。朝と夜のリズム揺らがない私、ルーティナ、資生堂ビューティーウェルネス。資生堂とつむらの共同開発だって。ん、画像式しようか。ほら、肌は内臓の鏡っていうし。あー、確かに。心と体に聞けってことか。美を育む画像式習慣、チューンボーテ、資生堂ビューティーウェルネス。今の美しいと未来の美しい、どっちも欲しいならば自分の中で産み育てていけばいいのだ。新生ザ・コラーゲン、張りのある人生続く。カップスター、美味しい。ラーメンもうまっ。蕎麦もうどんもエビてー、しみるわ。美味しさいろいろ。青木のフレッシャーズ、なにわ男子改めなにわ紳士です。フレッシュに行こう、うまくいくさ、最高のスタートと止まってる暇はない。いいつつしりとりすな。
な、なにわ紳士っていうか、なにわ紳士ってつまり、大阪のジェントルマンまんまよ。新しい一歩、青木とフレッシャーズフェア開催中。スーツは青木。お引越ししたら、電気は電力会社に連絡。水道は水道局。じゃあ、インターネットはインターネット会社。そう、さん、はい。インターネットはゆらひかり、ゆらひかり、ゆらひかり、早く手安くて安定のゆらひかり、早く手安くて安定のゆらひかり。でもなんでニューロなの？だってソニーだから。乗ってく？行ってく！車のことならカーフェミア。あれってラーメン食べ行こうぜ。あれ行かねえの？俺、今日はこっち。好きだな。あ、私も食べたい。いただきます。聞こえる？うん、聞こえるよ。あのさ、昨日他の女の子とラーメン食べてたよね。あれはただの友達だよ。へえ。じゃあ私たちって何なの？てか、濃くてうまー。俺たちってさ、なんでもない。濃い、濃くてうまい。まるちゃん、ズバーン。君の声を聞かせてほしい。18歳、大人になった君たちがこの社会から卒業を希望すること。SNS での誹謗中傷、見た目にとらわれた価値観、女だから、男だからという偏見。一人一人は小さな声だって社会を変える大きな力になる。声にしよう、みんなで。